どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今日のテーマソングはただいまオロナミン C の CM で話題、スマイルという曲です。こちらの曲はですね、ホフ・デュランさんの、デビュー曲なんですけど、森奈々さんが可愛くカバーされてるということで、今話題だぞということで、ウクレレでもやりましょう。これはですね、爽やかで、しかも簡単です。これウクレレにすごく向いてると思いますよ。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてるガズレレ流超シンプル簡単バージョン。はい。後半はそこにリズムと、これかっこいい、ちょっとピアノっぽいイメージの弾き方をこう、かっこよくこう組み合わせたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと最高。どんどん音楽始めましょう。ウクレレだったらね、どんな方でもできます。なぜなら簡単だからです。ちっちゃいしね。はい。なんだけど中にはねいらっしゃる、私は楽器はですねきっとダメなんです、不器用でできませんという方いっぱいいらっしゃるんですけど、大丈夫です。この今ご覧になってくださってるガズレレではですね、楽器触ったこともないもう皆さんのような方がもうどんどん弾き語りで音楽楽しめるようなプログラムがございまして、これを見てね、YouTube でも全世界中の方もう何万人もウクレレ始めてますからね、皆さんもできますよ。はい。もうちょっとしたらこの辺にリンクあるんですけど、このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようにやります。YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見られるし、無料ですから、まずはやってみましょう。それでは皆さん、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。そこには山でガズが取りためた、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画。もうすでに1300曲ぐらいもアップロードされています。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏まで歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、映画の曲、アニメソング、もう世の中の曲、大体こう、優しく掘り起こしてウクレレ弾けるようにしてますんで、ぜひ挑戦してみてください。でも全ての動画にかっこいいバージョンもつけてますんでね。どんどんランクアップもできると思いますよ。さあ、それではあの爽やかな CM でおなじみの、スマイルという曲。まずはシンプル簡単バージョン。皆さんにもできるバージョンでやってみます。 1,2,3 いつでもスマイルしようね、とんでもないことが起きてもさ、可愛くスマイルしててね、完璧なんかでいられるないだろう。ねえ笑ってくれよ、心配はいらないよ。ねえ笑ってくれよ、さっきまでの調子で、C の CM で話題、森奈々さんの歌うスマイル、ガズレレ流シンプル簡単バージョンのアレンジでやってみました。いいですね。やっぱこれなんかあの本当に元気になる、歌詞のメッセージも素晴らしいし、メロディーもすごくこうド直球でこうグッとくるね。歌いやすいし、でも歌ってみると結構早いんですけどね。はい、大いに楽しんでいきましょう。今のあのホフ・デュランさんのバージョンよりはかなりショートカットバージョンになってる CM オリジナルバージョンなんですけど、これガズレレのね感覚にすごいぴったりで、このショートカットアレンジがいいなと思うんでこのままやってます。で、ですね、いつものことなんですけど、これね動画のテロップ見ながらできた方もですね、
やっぱいずれ自分で紙に書いてご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。はい、その時の参考になるようにいつもこの画面にですねガズのノートを写してるんですけど、今このガズクラブというサービスが始まっておりまして、これはですね、毎月クラブ会費660円を頂戴してガズのこのいつも見せてるこのノートのこのデータが皆さんのお手元に毎月5曲お届けされるという、しかも選び放題です。ものすごい膨大なストックの中から5曲選べますんで、最新曲でも昔の曲でも、そういうシステムサービスが今このガズクラブなんですけど、この楽譜のダウンロードの他にもガズクラブ限定オンラインライブ配信なんか月2、3回やってます。これがまためちゃ盛り上がったり、 SNS で、私がいろいろ皆さんにこう宿題を与えたりとか、こうみんなでねこう投稿するページとかって、クラブ活動も相当盛んで、今も相当な人数の方参加してくださってるんで、皆さんも入ってください。募集中でございます。はい、お時間ある方はご自身でどんどん書き取ってください。ここにも書いたんですけど、スマイル森奈々さんですけど、これね、はい、ホフ・ディランさんの曲なんです。原曲はこれデビューあのシングルらしいんですけどね、はい、可愛いバージョンというふうに書いてありましたので、それをやってみようと思います。オロナミン C の CM で、これねこち亀のねアニメのエンディングテーマだったようですね。私もちょっと分かんなかったんですけど、すごくシンプルでもこち亀のイメージもすごく合うかも。これ元気に本当歌いたい。はい、めっちゃシンプルですけど、一応ねガズレかっこいい版アレンジはかっこいいですよ。一応伝えておきますと、この下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てきますからね。ここら辺もなんかこう書いてあるようなことが、はいはい、これはちょっと覚えておいてください。で、今やったのはこの上の段を4つ引きでゆっくりやったということになっております。ちょっと一時停止で、書き出してください。時間ある方は、はい、ちょっとこれ書き写す時間ないなという方はガズクラブで落とせると思います。これ近日中、今日か明日か明後日くらいには皆さんのお手元に届くと思います。一時停止で書いていってください。で、このガズの楽譜なんですけど、この上に点が書いてあるでしょ。これいつでもスマイル、このいつででの上に点が書いてある。こっから C が始まるというふうにリズムのガイドになってます。これがすごく役立つと思いますので、ちょっと参考にしてみていただいてということで、はい、で、これ見づらいなという方は動画のテロップを一時停止して書いてくださってももちろんいいと思います。はい、じゃあここ後半のところですね。この辺いろいろ書いてあるんで、この下にあるかっこいいバージョン、この辺はね結構盛りだくさんで、ポイントがあるんで、かっこいいバージョンでは深くここ掘り下げていきましょうということです。はい、で、ここはエンディングなんですけど、ここもなんか下の段にいろいろ書いて、今のシンプル簡単バージョンを C と F と C と F とやって終わったぞということなんです。はい、じゃあコードの解説していきましょう。コード結構多いんですけど、ちょっと安心してください。いってきますよ。 CAmFDmD7G7Em7、 はい、この7個のコードでやりました。これねいっぱいあって難しそうだなと思うかもしれないんですけど、安心してください。これ超入門コードです。これはドン、いつも出てくるやつなんですけど、このガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードって一体何ぞやということなんですけど、はい、ウクレレで音楽を始めようと思った方に一番最初に覚えてほしいコードのグループです。それをガズレレ必須コードと私が勝手に名付けております。これね、このウクレレにとって便利なコードっていうのが結構ポイントでございまして、本当はねコードっていうのはですね、星の数ほどあるんですよ。とてもじゃないけど全部覚えられない、困ったーってなるんですけど、まず最初にウクレレにとってですよ。これピアノとかギターでも全然便利じゃないんですよ。ウクレレには構造上それがあって、このコードさえ覚えておいたら本当に世の中の曲8割9割いけるという。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルの曲もね、もう8割9割1300曲ぐらいあるうちの、まあ、9割ぐらいはこのコードでできるという夢のようなコード、これ覚えていきましょう。グループですからいくつかコードがあります。10個あります。10個もあるのって思うかもしれませんけど、安心してください。安心してくださいばっかり。一個ずつ、これも一個のコードなんですよ。指一本で押される。これも一個の、これも一個の、簡単でしょ？はい。こんな感じで一個ずつ見たら簡単。だけどそれが10個もあると、なかなか頭の整理がつかなくて、わーってなっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく動画で解説してます。ここにリンク貼ってみます。ここ見てもらったらもう面白いように覚えられますよ。これ見てるだけでウクレレのない人もね、買いたくなっちゃうかもしれない。始めましょう。はい、ここで10個覚えてください。今日そのうちの7個でやりましたということです。はい。今のはね、シンプル簡単バージョン、今のコードを4つでゆっくり弾いて元気に歌っていたということなんです。これはですね、もうぶっちゃけ言っちゃうと4つ弾きで思いっきりこう歌うのでもう本当 100% だと思うんですけど、でもやっぱりもっとかっこよくいきたいということで、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきたいと思います。この辺はですね、森奈々さん、CM でもね、こうキーボードというか鍵盤で弾いてますよね。で、それをちょっと意識しまして、前半ではですね、このガズペジオという弾き方、これガズレレ独自の弾き方なんですけど、こんな風にやってみようと思う。なんかね、跳ねるような感じ、テンポがね思ったより速いんですよ。でもスマイルしようね、
なかなかガスペジオでこの速さっていうのは珍しいと思うんですけど、とにかくこのガスペジオという奏法がぴったりだなと思いました。で、前半はこのガスペジオ。で、後半になったら、ちょっとやっぱりグルーブというかノリを出したいなと思って、この8ビートのチャという弾き方に切り替えたいと思います。途中で盛り上がる感じですね。そうすると、でもスマイルしようね。ちょっとこうね。元気もりもり感が出るかなと思って、つまりはです、今日はですね、ガスペジオと8ビートのチャ、この2つの弾き方で、この曲かっこいいバージョンをアレンジしたいと思います。この2つの弾き方解説してます。このリンク先行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からガスペジオと8ビートのチャ動画でこの奏法解説をディープにしてますんで、そこで覚えていきましょう。ガスペジオは弾くのは結構簡単だと思うんですけど、やっぱり淡々とこうテンポをキープして、しかも一緒に歌うわけですからね。そこでちょっと頭がごちゃごちゃになるんで、まあ、経験ですね。これは練習あるのみだと思います。はい。で、その後半でやる8ビートのチャなんですけど、これもですね、ストロークというこういうリズムの弾き方なんですけど、まず超基本である8ビートっていうのが元になってます。8ビートができた人が8ビートのチャに挑戦できる権利を得れるみたいなイメージで、まあ、こういうのやったことない方は、まずは入門8ビートからやってみてください。これ8ビートでもかっこいいと思いますけどね。そんな感じです。はい。このリズムが入るだけで、相当ね、雰囲気がアップします。やってみましょう。はい。では、細かいことをちょっと解説しておこうと思うんですけど、これね、なかなか面白いので、ちょっと聞いていてください。最初をやります。いつでもスマイルしようね。とんでもないことが起きても、さ、かわいくす。わかった。今一瞬、かわいくの時、一回ピタッと止まるんですよ。それがですね、その CM の中でも結構インパクトがあったんで、ここは止めていこう。テロップではこんな感じで書いておきます。もう一回やってみる。でもスマイルしようね。とんでもないことが起きても、もうさあ可愛くスマイル、一瞬止まる。ここがね、ツボに入るところなんで、これ入れていきましょう。そしてですね、その後、ここがですね、ちょっと私はこだわったところ。ねえ笑ってくれよ、心配はいらないよ。あー、切なくない？これ。心配はいらないよ、今のところだけやると切ない。これはですね、 Am を押さえといたまんま1弦の3230、それをガスペジオでやってます。なんでここの場合は Am 人差し指で押さえちゃってますね、ガスは。そして1弦の 3Am の部分を押さえたまんま1弦の3230ってことですよ。はい、もう一回いきます。3230、はあ、いい響き。ねえ笑ってくれよ、心配はいらない。あ、いいって感じですよ。3230、 Am 押さえたまま1弦3230。これはもし余裕があったら、これちょっと切ない泣きのフレーズをワンフレーズ入れましょう。これかっこいいわ。そして、まあ、その続き。ねえ笑ってくれよ、さっきまでの調子でスタタタタタタみたいな、こっから8ビートのチャレンジやってます。かわいくスマイル。はい、ここのツタタタタタ、かわいい。こんな感じで8ビートに入って、こう軽やかに、こう、ね、ルンルン気分になるような感じで、盛り上げて最後の方に向かっていきたいと思います。はい。そして、その後なんですけど、この、また、かわいくスマイル敷いててね、ここの最後のところちょっと見てくださいね。ここだけちょっとワンブロックにコード4つ入るっていうところがあります。かわいくスマイル敷いててね、完璧なんかでいられるわけがないだろう。E7 が一回ある。Dm、Dm、G7、E7。ここがかっこいい。クールのところですね。あ、そうか。ということは、ここに あの、もう一個 E7 が入りましたね。ごめんなさい。E7 足されました。まあ、これも入門コードのグループなんで、ここ E7 ちょっと書き忘れてた。かっこいいバージョンでは E7 が、今、一瞬だけ入るってことですね。はい、すいません。で、その後は、すぐスマイルするべきだ。次は伸ばして、子供じゃないな。なんかこの辺がですね、この森奈々さん、めちゃめちゃ CM でね、こうなんかキュートな感じがね、いいかなと思って、ちょっとこの、僕がやったらそんなキュートじゃないかもしれないですけど、その気分が大事ですから、はい。はい、そしてですね、一番最後のエンディング、子供じゃないならね、はい。この後にエンディングのフレーズがあるんですけど、これはかっこいいんですよ。その時に、見て、C と F っていうコードなんですけど、F の時も C のところを押さえっぱなしです。つまり1弦の3フレットをずっと押さえたまんま、しかもフレーズも、タトとタトとタトという3連系のフレーズで、これは全部ダウンでやろうと思います。ここだけちょっとやってみましょうか。その前から2回ここな。すぐスマイルするべきだ。子供じゃないならね。はい、次。
よ。 C 押さえといて F の時もこの1弦の3フレット押さえたまま F 押さえるってこの勝ち。もう一回こんな感じ。アクセントです。ダーと音、強く弱く、強弱い、強弱い、強弱い、こんな感じですよね。だからアクセント結構大事です。強く弾くときはバーンでいいんですけど、弱く弾くときはもう本当この上の3弦4弦ちょっと引っ掛けるぐらいでいいと思う。これ1、2、3、4って言いながらこのフレーズ弾くの結構脳トレになりますよ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、かっこいいでしょこれ。これをやってで一番最後のエンディングキーポイントがあります。ちょっとじゃあ今のところやります。聞いててください。1、2、3、4。Gm7C で終わる。ダンダン、あ間違えた。ダン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 というようなイメージ。はい、最後のエンディングにこのワンフレーズが加わって終わるという、なかなかこう掘り深めていくといろいろやってるんですけど、まあまあ基本的には4つ弾いてもいいんだけど、やっぱりちょっとこういうのを入れていくとですね、世界観がパッとこう広がるイメージになります。大いにやっていきましょう。これはですね、本当に、全体的にでも歌詞もめちゃくちゃストレートだし、なんかいいですね、このコロナの、なんとなくこう、っていう時にこういう元気、やっぱ笑い、笑顔、スマイル。テンション上がっちゃった。はい。そんなことをイメージしながらかっこいいバージョンやってみました。やっぱ元気に、笑顔で歌うのがいいと思うんですけどね。やってみましょう。それでは、スマイル、森七菜さん CM バージョン、ガズレレかっこいいバージョンやってみる !1、2、1、2。いつでもスマイルしようね。とんでもないことが起きてもさ、可愛くスマイルしててね。完璧なんかでいられるわけがないだろう。ねえ笑ってくれよ、心配はいらないよ。ねえ笑ってくれよ、さっきまでの調子で、yeah、 いつでもスマイルしようね。とんでもないことが起きてもさ、可愛くスマイルしててね。完璧なんかでいられるわけがないだろう。すぐスマイルするって言った子供じゃないならね、hey!森七菜さんが歌うオロナミン C の CM ソング、かわいいバージョンということで、これガズレレ流かっこいい版でやってみました。これはもうシンプルだし、もう笑顔だし、もう元気になっちゃう曲ですね。これしかもウクレレにめっちゃ似合うと思いません？ほんとなんかこれほんとなんかすごくいいなぁ。もう皆さん大いに歌っていきましょう。これね、元気で笑顔でいこうみたいな感じです。はい、この楽しさ皆さん周りの方にもぜひお伝えください。ご近所さん、同僚だとかね、もう本当にお隣さんとか、はい、このガズレレ YouTube チャンネルもご活用くださいね。ガズレレ見てたらできるよみたいな感じでね、教え合うと最高だと思います。チャンネルにいいねだとか、お気に入り、チャンネル登録だとか、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、ガズレレの最新情報なんですけど、はい、これドン、8月1日土曜日の14時からガズレレのでっかいイベントやります。これはどなたでも参加可能のオンラインイベントです。これね、内容のリンクここちょっと見ていただきたいんですけど、もうプレゼントとか内容も盛りだくさん、有料イベントですけど、もうこれはもう間違いなく夏、ウクレレといえば夏ですよ。夏が始まるぞってことで、もうウクレレパーティーしましょう。皆さんご参加お待ちしてます。これ500名様限定のイベントになってますので、もし気になる方お早めにゲットしといてください。あとは、続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は ありがとうございます、完売に なってしまいました、ちょっと検討しているうちになくなっちゃった方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいてお待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、
進めておりますので、ご安心くださいませ。よろしくお願いします。そして、先ほどから何回も言ってますけど、このガズクラブもね、これも相当盛り上がってますんで、これもぜひ皆さん、チェックしておいてくださいね。ここの中でやってるね、オンラインイベントとかね、もう本当に楽しい。毎日 SNS で動いてるっていうのも楽しいですし、あとはもうどんどんお知らせをしますけど、これ、ガズレシピ。これ、ガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ。スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて。今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい。どんどんこれも増えていきますんでね。これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本。この書籍。これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについて、ストラップ。これマイハニーがもうハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな。ここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい。そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい。そういうわけで、このちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい。また会いましょう。さようなら。バイバイ。